はい、こんにちは。韓国のヒュンダイ社が7日から全車種の生産を中止するというニュースが韓国で報道されました。ヒュンダイ社7日から全車種の生産中止。ヒュンダイ自動車の労使は4日午前10時から3時間ほどの工場運営委員会を開き、7日から釜山、チョンジュ、アサンなど国内のすべての工場の生産を中止することを決定した。中国の工場からワイヤーハーネスなどの部品の需給が難しくなったからである。で、ヒュンダイ社がいつまで韓国国内のすべての工場の生産を中止するのかということが、この記事からはいまいちはっきりしませんでした。で、まあ、多分その中国の工場の休業延長がいつまで続くのかわからないことがあると思うので、まあ、そうしたことで時期っていうものが読めないっていうことがあるのかもしれません。まあ、これはちょっと続報を待ちたいと思います。このニュースに基づきますと、中国工場の休業延長の余波で韓国国内の完成車業界に、まあ、生産支障が出始めてきたということだと思います。 LG 電子科学も現地工場の稼働を中断としています。ニュースを読んでまいります。中国の自動車部品工場が休業を延長しており、韓国国内の完成車業界の生産支障が現実化している。中国産部品の在庫減少により、サンヨン自動車は4日から稼働を止めることにした。 LG 電子など韓国の電子業界も中国現地工場の稼働を止めたり、現地の売り場の営業を臨時中断した。ヒュンダイ・キア自動車は3日、今週配線ケーブルを束にしたワイヤーハーネスと呼ばれる部品の中国産在庫の減少により一部の生産ラインの操業を中断する計画だと明らかにした。この部品を供給するキョンシンやユラなど一時協力業者の中国工場が休業を延長しており、在庫物量が底をつくためだ。中略しまして、ワイヤーハーネスは車の組み立て工程初期に設置する部品で、車両の底部に配線を先に敷き、その上に他の部品を乗せて組み立てる。車種やモデル別に配線の構造は様々なので、完成車企業などは部品業者にオーダーメイド方式で通常1週間分の物量ずつ供給を受ける。この部品の在庫が底をつき、コンベヤシステムでの車両生産に支障をきたしているわけだ。これまで韓国企業などは相対的に技術力を必要としない部品については原価や人件費を減らすために中国産を使い続けてきた。特に必要な時期に必要な部品だけを持ち使うといういわゆるジャストインタイム生産方式の導入で、短いものは3日、長いもので1週間程度の在庫しか備蓄していない。供給がタイムリーに行われなければ国内の生産工場が連鎖的に停止する状況に直面することになる。これに先立ってサンヨン自動車は中国からの部品需給問題で4日から12日までピョンテク工場の稼働を止めると公示した。ワイヤーハーネスを作り韓国内の自動車メーカーに供給しているレオーニワイヤリングシステムコリアの中国工場が9日まで稼働を中断し、部品の確保に支障が生じた。レオーニワイヤリングシステムはサンヨン自動車をはじめ韓国 GM、ルノーサムスンにもワイヤーを供給していると伝えられた。だが韓国 GM とルノーサムスンは親企業のゼネラルモータースとルノー日産アライアンスを通じて別のグローバル企業からも部品を調達しているために直接的な影響は避けたという。会社関係者は直ちに生産に影響がある状況ではないが今後に及ぼす影響を調べていると話した。 LG 電子、LG 化学、LG ディスプレイは中国現地工場の稼働を全面中断した。韓国国内で生産する約400万台の自動車に使う部品の 70% は国内で調達している。しかし特定の部品では 80% 以上を中国で生産して輸入するケースがある。これらは自動化が難しいため手作業で作られる。当然人件費が安い中国にかなり前に移転し生産しているということですね。まあ、こうした影響は韓国だけではなくて日本もありますよね。日本の自動車部品メーカーでも中国でワイヤーハーネスを製造しています。まあ、それを日本の工場で使っている場合は在庫備蓄がまあなくなり次第日本も生産ラインを減産せざるを得なくなるということだと思います。まあ、今のところそういった発表はありませんね、日本はね。中国の工場休業延長の影響により韓国経済は輸出と内需の両面で影響を受けています。政府目標値である 2.4% の成長どころか 2% の達成も容易ではないだろうという見通しが出ている。
すでに様々な経済機関が韓国の成長率を相次いで引き下げている。特に中国人観光客減少が響いた。昨年中国人が韓国で使ったお金は13兆5000億ウォンと推定される。年間国内総生産 GDP の 0.7% 水準だ。政府内では中国人観光客減少だけで成長率が年間 0.1 ポイント減るだろうという分析が出ている。国内消費心理も大きく萎縮した。夜通しにぎわっていた衣類商店街、劇場街、大型ショッピングモールなども人が減った。ソウルにあるファッション雑貨ショップの店員は、中国人観光客がほとんど来なくなり、韓国人もまばらになって売り上げが10分の1に減ったと話した。産業現場では工場休業延長により韓中部品供給網が揺らいでいる。半導体やディスプレイなど韓国代表製造業にも余波が及び、生産指標が可視化した。韓国経済研究院は、サービス業と製造業に影響が大きくなっている。中国と生産ネットワークが噛み合わさっている自動車と電気電子石油生成業などが打撃を受けていると話し、反動の兆しを見せていた企業心理も再び悪化し、投資にも悪影響を及ぼしかねないと説明した。輸出への影響も避けられない。韓国の輸出品の 25% が売れる中国市場の景気が減速しているためだ。その上、世界経済で中国の影響力はさらに大きくなった。2003年に世界の GDP に占める中国の割合は 4.3% だったが、昨年は 16.3% だ。中国経済の不振が世界の貿易萎縮につながるという話だ。韓国の輸出はすでに先月まで14ヶ月連続で後退中だ。インハ大学国際通商学科のチョン・インギョ教授は、中国経済依存度が高まった上に体質も悪化した韓国経済は、輸出を中心に大きな打撃を受けかねないと話した。中国の経済成長率 6% 台が崩れるほかない状況で、輸出不振が長期化する恐れもある。ファイナンシャルタイムズは最近、中国の GDP が 1% 鈍化するたびに、韓国の GDP は約 0.35% 減るだろうと報道した。主要国で最も大きい鈍化幅だ。消費、生産、投資、輸出など経済全般にわたって韓国経済への見方も冷え込んでいる。イギリス経済分析機関のオックスフォードエコノミクスは、韓国の今年の成長率を既存の 2.2% から 2.0% に下方修正した。ヒュンダイ経済研究院は、韓国の今年の成長率が最大 0.2 ポイント減るだろうと観測した。既存の見通しが 2.1% である点を考慮すれば、 1% 台の成長率になるかもしれないという意味だ。後省略します。ただ、こうした事態というのは韓国経済特有の事象ではなくて、日本経済にも共通している部分があります。中国での工場の休業が延長されれば、日本の経済活動にも影響がそれは当然出てきます。と言いますのは、世界の工場として位置づけられている中国で、各種消費財、工業製品、中間材などの生産が減少すれば、世界市場でその製品は品薄になったり、これを利用した他国の生産が中断される事態が発生する可能性があると中央日報は述べてますけれども、これはそのまま日本にも当てはまるということだと思います。で、この事態が1ヶ月以上長期化すれば、全世界の全ての産業に波及効果が現れるほかない。さらに世界最大の製造拠点である深圳と上海に近い蘇州も、相当数の工場を2月中旬まで閉鎖することにしており、その影響がどれだけ続くのかは計りがたい。中国で製造する PC やデジタルテレビ、携帯電話などの電子製品は世界の 70% 以上を占めている。各種原材料と建築材料も中国で生産されて世界に供給されている。中国の工場休業延期は、多くの中国製部品と原材料の需給が円滑でなくなり、グローバルサプライチェーンがしばらくは停止する可能性があることを意味する。中国上海証券市場が3日に10日間の休場から再開した直後に 8.75% 急落したのも、世界経済に及ぼす悪影響が反映された結果だと。ですので、こういうグローバルサプライチェーンが一時停止してしまうということで、韓国、日本の経済のみならず、そうした経済的な影響というのは世界経済に及ぶということですよね。韓国経済において、もし韓国内で自動車産業が低迷しますと、内需というものはさらに縮小し、海外投資が減少する事態ということも想定されると思います。今後中国の工場が休業をいつまで延長するのかということが一つの注目点です。
また、自動車産業に出ているような影響が今後半導体産業にも出るのか、そのあたりが予測がつかない状況です。半導体工場はウェハーが投入されて完成品が出てくるまでに通常2ヶ月から3ヶ月かかる。この過程で約600種類の工程を踏むが、たった一つでも材料や装備に支障が生じれば生産ラインが止まる。ラインが止まれば原材料は全て廃棄して設備を再点検しなければならない。1日以上ラインが止まって再稼働するには2ヶ月以上かかる。この場合数百億から数千億ウォンの被害が発生する可能性があるということですね。ですので、この中国の工場休業延長のサプライチェーン一時ストップの影響がどこまで広がるのか、これは今後注視する必要があると思います。韓国の輸出の 20% 以上を占める半導体ディスプレイ産業に影響が出ないようにする対策を、現ムンジェイン政権は求められています。また韓国では4月に総選挙を迎えます。ムン政権は経済成長率、雇用、国内主要輸出企業の対策、投資、ウォン安など解決すべき課題に直面しています。こういう状況下においては、最低賃金アップ政策とか週52時間勤務上限制などを一時中止し、雇用や消費を良くするための大胆な政策が求められていると思われます。また長期的視点に立ちますと、半導体以外での成長産業を育てるなどの国家的プロジェクトも育てる必要があると思われます。で、一方アメリカにちょっと目を移しますと、アメリカのクドロー国家経済会議委員長は4日、中国の工場休業延長などの経済的影響で1月15日に米中が合意した第一段階合意に含まれる中国はアメリカからの輸入を2017年の水準より2000億ドル増やすという輸入大幅増までには時間がかかりそうだとの見通しを述べました。で、このクドロ国家経済会議委員長の発言というのは、トランプ大統領の大統領選挙に影響があるかもしれません。トランプ大統領は大きな政治的成果として今回の米中の第一段階合意に含まれます中国はアメリカからの輸入を2017年の水準より2000億ドル増やす輸入大幅増に合意したということを政治的成果として有権者に訴えています。で、このことで農家の支持を固めたいというトランプ選挙陣営の思惑があると思われます。しかし今回のクドロー国家経済会議委員長の輸入大幅増までには時間がかかりそうだという見通しが出たことでですね、11月のアメリカ大統領選挙で再選を目指し農家の支持を固めようとしているトランプ大統領にとっても選挙戦略の見直しを迫られることもあるかもしれません。こうしたですね、中国の工場休業延長、サプライチェーン一時ストップの影響がですね、世界経済そして政治に及んでいると思われます。今後の世界経済の行方、韓国4月の総選挙、アメリカ政治、アメリカ大統領選挙の行方にも、これからも注目していきたいと思います。ありがとうございました。